大阪府立市場縄手高等学校大阪府立市場縄手高等学校大阪府立市場縄手高等学校 A 章は大阪府市場縄手市にある公立の高等学校1903年10番目の府立中学校として創立された2009年進学指導特色校に指定される全日制普通科だけ設置されていたが2011年度より 文理学科も新しく設置された。それと共に授業時間が1コマ65分に増加した。略称は、縄手高、縄高。東洋漢字の採用以降、条例上は、市場縄手表記であったが、2003年の大阪府議会で、表記変更の条例が可決され、所在地の市場縄手氏と共に、市場縄手表記に戻された。後者の老朽化が進んでいたが、 1993年から体育館の改築、新理カ棟の建設、校舎、本館、新館、新新館の改修、グラウンド改修が順次行われ、2007年に完了した。2005年には本館校舎が国の登録有形文化財として登録された。校風は自主、自立、自由を基調とし、制服に代わる標準服があるものの、 私服による投稿が認められており、携帯電話の持ち込みも禁止されていない。生徒会活動が盛んで、縄手高祭り、文化祭や体育祭などの行事は、生徒会の主導で実施される。目標別クラス編成による、少人数展開事業、2年生、数学、3年生英語や、土曜日、下記休業中の補修を実施。また、各界で、 活躍の卒業生による講演会イコールいい森セミナー、近隣の飯い,い森山にちなむを年1、2回実施したり、大学のオープンキャンパスへの積極参加を生徒に促したりしている。部活動では全国大会や国体で優勝、準優勝したラグビー部をはじめ、陸上部、水泳部、バドミントン部等が活発である。同窓会は南洋会と呼ばれる。 80周年記念事業として、同窓会などが、財団法人クズハ奨学会を設立し、奨学金制度も発足した。また、同奨学会により、市場縄手市の複合レクリエーション施設、緑の文化園内に、青少年交流センター、クズハロッチが建設され、各種会合、研修等に利用されている。敷地内のほとんどが、仮合遺跡に含まれている。そのため、 新校舎建設や校舎改築に伴う発掘調査では、弥生時代の遺構や土器などが多数出土した。出土品の一部は100周年記念館、くずは館の中で展示されている。同校の設置以前、八尾中学校、茨城中学校、岸和田中学校、富田林中学校、池田中学校、同校と同年の開校である、第久中学校。 第十六中学校として、後に設置された、現在の大阪府立池田高等学校の、連続性はないと、軍部の府立中学校は、軍役所所在地に設置されていた。同校が位置する北川地郡では、当時市販学校の誘致を計画していたが、財政面などから誘致を断念することになり、中学校、旧制中学校誘致運動へと切り替えた。 軍役所所在地の平方町も候補地に上がったものの、市範学校誘致の際に、中空愛国教育の代表的なモデルであった、楠木正重、大楠し校の着難の楠木正行、湘南校祭る、別格官兵舎市条縄手神社が鎮する高架村で、指導的人物の育成を図るべきとして誘致していた、経緯もあり、また、現在の京阪本線は当時開業前だったため、 大阪方面との交通の利便性は、関西鉄道、現在の片町線が通る校、カ村の方が良かったという条件も加味され、高カ村への中学校設置が決定した。1901年7月6日に、大阪府立市場縄手中学校の設置が告示され、1903年4月から、高カ村大和南の444番地、現在地での開校が決定した。 1903年2月12日より、開校準備事務を開始し、同年4月16日に入学式を実施した。翌4月17日より授業を開始している。ところが、1905年になると兼ねてより過密が指摘されていた大阪市内の府立中学校3校、北の天王寺、一岡の入学難が、顕著化した。日露戦争を挟んで財政難に陥っていた。 大阪府は1903年開校の池田中学校と市条縄手中学校のどちらか一校を廃校とした上で大阪市内に中学校を新設することとした翌1906年に今旧中学校都市開校を中空愛国教育に関連した事情のほかに生徒の地元比率が高かった同校と比べ兵庫県を始めた府県の生徒が過半を占めていた 池田中学校の存続に不快が難色を示したこと。さらには、北川地軍が断念した、市販学校の誘致で優位に立てるとの豊野軍、池田町による行政判断などから池田中学校が廃校となり、当初立地の偏僻さから廃校を見越した動きすら、見せていた同校廃校を免れた。なお、廃校となった池田中学校後には1908年に、 大阪府池田市半学校が設置されたが、再び中学校未設置の群となった豊野郡は1921年の豊中中学校設置まで15年以上待たなければななかった。1930年代になると、従来の木造校舎が老朽化したため鉄筋コンクリート校舎への改築が議論され、1932年度1933年度にかけて、 改築予算がついた。校舎建築工事に着工した矢先の1934年9月21日、室戸台風で、公道、宇天体操場が倒壊し、教室が半壊する被害を受けた。当時生徒や教職員が校内にいたが、人的被害はなかった。台風からの復旧も、かねて校舎建設工事が急がれ、1936年12月に、 鉄筋コンクリート校舎が竣行している。太平洋戦争の激化により勤労動員が始まり、生徒らは1944年以降、周辺の工場や平方陸軍工舎への動員が実施された。また校舎は戦時転用の対象となり、1944年10月には大阪放送局が大阪市内馬場町の局舎が戦災で破壊された場合の代替として、 校舎内に疎開している。また1944年12月には大阪陸軍造兵省の機能が一部移転されている。空襲の目標となることを避けるため校舎には1945年4月から5月にかけて黒タールで明細が施された。作業には当時の生徒も動員された。明細は戦後の1953年に消されたが2005年の 校舎改修までは、雨の日に黒い明細模様が表面に滲み出していた。学生改革に伴い、1948年に大阪府立市場縄手高等学校、ただし、大阪府条例での表記は市場縄手となり、大阪府立寝屋川高等学校、旧正大阪府立寝屋川高等女学校との生徒交流で男女共学となった。男女共学には当初、 大阪市立高等学校、旧制大阪市立中学校を含めた3校を交流の対象とする構想もあったが、結果的に市場縄手、根屋川2校の交流に落ち着いた。平設中学校3年と高校1年の生徒について、京阪本線沿線在住者は根屋川高等学校、国鉄片町線沿線在住者は市場縄手高等学校に振り分ける形を取った。 四条縄手高等学校の男子生徒は1948年4月に寝屋川高等学校へと転出したが、寝屋川高等学校側では四条縄手高校への転入対象となった女子生徒の数が少ない上、保護者から転入を不安視する声が上がるなどして、転入を見合わせた。1948年6月になり転入試験の形で女子生徒を一般募集した。 1949年6月26日付で、寝屋川高等学校からの転入対象者と、転入試験合格者を合わせた女子生徒が、市場縄手高等学校に転入し、男女教学が始まった。また学生改革の際、母体となる、旧生学校を持っていなかった、新生中学校の校舎確保のため、GHQ の意を受けた大阪府では、 旧正中等学校校舎の15%を新正中学校に貸し出す方針を決めた。これに伴い1947年4月28日、市場縄手町立市場縄手中学校、現在の市場縄手市立市場縄手中学校に校舎の一部を貸し出し、2校を同居する形になった。新正市場縄手中学校は、 独立校舎が完成したために1948年5月14日に退去したが、4日後の1948年5月18日より、北川地軍学校組合立笹原中学校、現在の大東市立市場中学校及び大東市立柔道中学校へと校舎の一部を貸し出すことになり、2校が同居した。笹原中学校は1949年3月に退去している。 1948年10月に夜間定時制課程が発足した。普通科、商業科、活性科、農業科を募集する総合成高校を構想していたが、実際には志願者の関係などから普通科主体として発足した。市場縄手の本校内の夜間定時制課程、当時、中心校と称したのほか、1951年には、 片野町立裁縫専修学校、1902年創立を事実上継承する形で、北川地群片野町、現、片野市に定時制片野分を設置した。片野分校は、片野町立片野小学校、現在は別の場所にいていないに併設され、昼間定時制家庭科を設置していた。片野分校は、その後志願者が急増して、校舎改築を求める声が上がった。 しかし、同時期の平方市での府立高校誘致運動の影響を受け、新高校大阪府立平方高等学校を設置して、片野文校の教育実践を受けたまわりする形を取ることにした。片野文校は1964年に平方高等学校内に移転した後、1966年に最後の卒業生を出して閉校した。片野文校の教育実践は、 平方高等学校に設置された、家政科で継承された、その後1975年に、家政科は廃止されている。夜間定時制課程は2000年代の大阪府立定時制高校等配合計画の対象校となり、2005年以降の新入生募集を停止し、最後の卒業生を出した2008年3月下議事で、閉課程となっている。定時制型の分校。 1951年設置、1966年廃止の母体となった片野町立裁縫専修学校の遠隔についても本校でまとめて記述する。学校の源流は、1898年に北河内群高南高等小学校内に併設された裁縫専修科に遡る。1902年には高南高等小学校より独立し、 北川地郡片野村外四花村、学校組合立校、南西方専修学校として校した。校舎は校南高等小学校と共用した。1909年には、北川地郡片野村外四花村、学校組合立女子手芸学校へ改称している。1919年には校南高等小学校が廃校となり、校南神城小学校、現、 片の私立片の小学校内に高等科を移管して、北川地群校南神城高等小学校となった。これに伴い、校南高等小学校と校舎を共用していた女子手芸学校についても、校南神城高等小学校内に移転し、同時に北川地群校南神城高等小学校、不設裁縫学校へと改称した。北川地群校南神城高等小学校、 不設校南裁縫学校、1929年、公立校南裁縫女学校、1933年、への解消を経て、1935年には、青年学校令を受けて、農業補修学校などと統合し、公立校南青年学校方の際、女学校へと改編された。さらに、方の長立校南青年学校方の裁縫学校、 1939年、型の調律型の高等実践女学校。1945年、絵の改変、解消を経て、1948年に型の調律裁縫専修学校となった。しかし、1951年に廃校となり、校舎をそのまま定時制型の文校が引き継いだ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。